レースに興じるブルとホースを挑発し、見事ホースのプライドを打ち砕いた空太郎。喜びもつかの間、ブルから挑まれる決闘、見知らぬ土地のコロシアム、勝負の行方はいかに。そして物語は続きます。空太郎たちが飛ばされたのは南の最果ての村ロコカリアンテ。そこは異様な熱気に包まれていました。至る所に試合のポスターが貼られ、人々はコロシアムでのブル将軍と空太郎との一戦を今か今かと待ち望んでいました。チャンピオンと挑戦者、どちらが勝つかで街角は沸きに沸き立ち、飲み歌い踊り騒ぎ、明るく楽しく陽気に盛り上がっていました。なんや知らんけど、よう盛り上がっとんな。空太郎、立てよ、頑張れ、ファイト。おおきに、頑張るぜ。ブルなんてイチコロや。なんや、空太郎舐めたらあかんで。ここまで全戦全勝や。ノリノリなんやで。空太郎選手、もうすぐ試合時間だ。早くコロシアムへ。よっしゃ、行くで。みんな空太郎を応援したってや。こんな時にバスタイムだ。後にしろ、後に。くしゃ、バスタイムだ。後にしろ、後に。なんだと、ホースまでやられただと。どうなってるんだ。俺の豚はどんなストロイか。ほう、なぜ空太郎に勝てない。ああそうだ、ブル、今度こそ大丈夫だな。そうか、万一の場合も抜かりはないな。よし、任せたぞモンキー。褒美はバナナでいいな。村は祭りの真っ最中。色とりどりの建物の間にはたくさんの飾り付けが施されていました。ブル将軍との試合はコロシアム言うとったけど、道にまで家が建っとるで。ここ抜けてくんか。しんどいな。この村の家々は手当たり次第に増築し改築し、建物の上にもさらに建物を建築していました。その建物を動かせるんじゃ。空太郎はレスラーの力を使い、次々と家屋を移動させて進みました。
立ち並ぶ家並みは複雑に入り組み、まるで迷路のよう。あー、もうコロシアムってどっちやねん。さあナイナ、上を目指すで。仮組みしただけの足場は不安定で、すぐに傾きました。建物の陰にはデクが潜み、クータローの命を狙ってきました。村から勇気あるチャレンジャーが現れました。健闘を期待したいところです。ファイト。残念でした。やっぱりヒーローに任せるべきでした。箱で窓が塞がっとるがな。持ち主はどう思うでしょう。上の方へ引っ越せてラッキーなんじゃ。
ら風船飛ばしてるやんか。越えても家また家、コロシアムは影も形も見えませんでした。今度は紫の風船や。トゲトゲやんか。真似しないでください。いいか、うちとの約束やで。この村ロコカリアンテの祭りには大きくスペシャルなピニャータは欠かせません。ピニャータにはお菓子やおもちゃが詰まっており、子供たちの人気の的で、ピニャータが割れてちびっ子たちは大喜びです。子供たちの喜びの歌は天まで高く響き渡りました。天井へと続く歓喜の調べに乗り、空太郎は高く高く登っていきました。建物の頂上では祭りを盛り上げる花火が用意されていました。挑戦者は空太郎ザ・パペット。
これまで数々の強豪を倒してきています。いよいよ大詰め、双方満身創痍です。勝つのはチャンピオンか、はたまた挑戦者か。ダメだ、まだ俺は負けてない。これからが本番だ。おねえおねえ、シャリーさ、これバカにしやがって、貴様振り落としてやる。やったー、クータローの勝ち。
チャンピオン、おめでとう。チャンピオン、ベルトを。ブル将軍とホース将軍に傷つけられた空太郎の名誉と自尊心はこうして回復されたのです。報告します。空太郎のホースはブル将軍を倒すほど強くなっています。おお、なんだって、風邪でも引いてるのか。よく聞こえないぞ。ご安心ください。計画通り私が次の手を打っておきました。次こそ空太郎の最後です、ムンベアキング様。えっけ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 。何も知らず、コロシアムの観客の喝采を浴びる空太郎に、ムーンベアキングとモンキー将軍の恐ろしい魔の手が音もなく忍び寄っていたのです。